日英通商公開条約は1894年に締結された日本とイギリスの通商条約。1894年7月16日に中英日本講師青木修造と英外賞金バーリーによって調印された。領事裁判権と協定関税率を定めた幕末の日英修行通商条約を改定したものであり、この条約の締結により日本は 維新以来最大の懸案だった条約改正に成功した日英通商修好公開条約とも言う日本政府が明治初期から取り組んでいた各国との不平等条約の改正交渉の結果ようやく達成できた最初の改正条約である安政後カ国条約締結以来日本政府の悲願だった領事裁判権の撤廃がなされたこの条約締結における イギリス側の目的は、ロシア帝国の南下政策に対抗するために、日本の軍事力に期待したものであった。本文は22箇条よりなる。内容は、内地解放を代償として、領事裁判権を撤廃したこと、関税自主権を部分的に回復したこと、偏無的であった、最恵国待遇を総合的とする、などであった。調印の際、英国外相キンバーリー博は、 青木講師に対し、日英間に対等条約が成立したことは、日本の国際的地位を向上させる上で、新国の何万の軍を撃破したことよりも重大なことだろうと、語っている。また、この条約の成立によって、日本陸軍は、イギリスの日本接近を確認したので、日清戦争の開戦を決意したとも言われている。以降、 1894年から翌1895年にかけて同内容の条約をアメリカ、フランス、ドイツ、ロシア、オランダ、イタリアなど14カ国とも調印した。これにより日本は封建の上では欧米列国と対等の関係に入った。しかしもう一つの悲願である完全自主権回復はこの条約ではなし得ずイギリスからの輸入品の 約70%は、協定税率の束縛を受けることとなった。この時点では、方権回復を主目的とし、税権については一部回復を目指したので、当初の目的は達成されたことになる。この条約は、調印当時の外務大臣、むつむねみつの名を取り、みちのく条約とも呼ばれる。1899年から実施され、12年間有効と、された。以降、 日本は内地雑居に踏み切ることとなった。なお、その後、桂太郎を主犯とする第二次桂内閣の外務大臣、小村寿太郎は、この条約が満期となるのを契機に、関税自主権回復に乗り出し、1911年2月21日、対アメリカとの日米通商公開条約改正時に、関税自主権の完全回復を達成した。 イギリスとの新通商公開条約は同年4月3日に調印され7月17日に発行した。1941年7月26日、イギリス及びイギリス連邦各国より日本に対し本条約の破棄が通告され効力を失った。日本が英米に宣戦線復刻し第二次世界大戦に参戦するのはこの年の12月のことである。 ありがとうございます。